ニュージーランドですけど、とても正解してる。大阪なんですね。トイック満点を並べて大丈夫ですか？並べていきたいと思います。始まりました、モリテスチャンネルです。今回はですね、まあ新年明けたということですね。 Happy New Year! Happy New Year! イングリッシュモンさんの岸さんにおいでいただきました。チキモンです。チキモンです。チキモンなんと、チキモン確か菊池っていう名前とも似てるから、まあ菊池も語呂は綺麗ですよね。チキモン、チキモン。じゃあですね、トイックマンって87回と93回ということで、せっかくだからスコアシート並べるかっていうことで、非常に趣味の趣味の悪い、まあ、YouTube 映え、はい、という感じになると思います。お互い何枚あるか分かんないです。僕もですね、最近のやつがないっていうですね、見つかんないです。もう多分捨てちゃってるかもしれないです。もう動画とかで残してるから全然気にしてない。40枚ぐらいまではちゃんと数えてたんですけど、その後ちょっと自分でこうやって部屋で一人でこうやって数えてるのが非常に悪いことして、数えて小判を数えてる越後屋みたいな感じになってきて、実は93は自信がない。なるほど。そしたら92かもしれないし、94かもしれない。まあ誤差です、ね、まあ誤差ですね。自分自身ももう全然どこにあるか分からない。探したっすけど全然見つかんない。あと韓国のやつをデータでしか持ってなくて、紙持ってないんでね。多分加藤テックさんはこういうことは絶対ないと思います。あ、そうですね。テックさんは100枚全部持ってると思いますよ、はい、ってで、まあトイックね、昔のから見れるのです。岸さんの一番最初の満点っていうのも旧トイックですからね。この昔の2個前のパターンのトイックですよね、うん、ですね。顔がね、顔、そうそう、髪が濃いっていうね、変わるっていうやつですね、うん、シワもない、はい、あのトイックの満点取った時こんな感じです。何年前ですか？2008年。2008年、はい、もうだいぶ時間が経ちました、うん、はい、で僕はあとはそうですね、いろんな国で取ったりとか、あと IP テストもあるので、団体受験のですね、 IP テストも。 IP はもう2回だけ受けて、1回985点で1回990点だけど、それはまあいいやって言って全部、あ、両方ぼかしちゃいました。捨てちゃったんですね、うん、僕 IP も残ってて、あ、ニュージーランドで取ったやつかですね。あ、これ全問正解してる、はい、オーストラリア、ニュージーランドでも受けられるんだ。受けられますよ、全然。あの、受けること、最もトイックが行われているところは日本じゃないんですか？フランス。え、フランスは週に何回もありますよ。へえ。でも受験者数でいうとやっぱり韓国、日本でしょう。あ、そうです、そうです。受験者数は韓国は世界一ですけど、うん、フランスはあの大学生たちが必要で、で、の好きな時というか、うん、まあ、過去問なんですけど、うん、日本とか韓国で出たやつしか出ないんですけど、うん、その受けることが可能で、うん、僕もだからフランスで満点も取りましたし、うん、はい、フランス行って何も何言ってか全然わかんない説明が。で、これがまあ韓国で、あの韓国留学中は紙のやつもらってたんで、こうやつですね、バーコードが下にあるっていうのが特徴なんですけど、カラーの時がある。なんだこれ、カラーと白黒がある、なんでなんだろう。アメリカか、そうですね、この写真ないやつで。カナダは写真が必要なんで、写真がありますね。あの、そっちで現地で撮られるんですよ、写真。トイックマニアのやつを並べていきたいと思います。こんな感じで、はい、トイックマニアのタワーになってます、ね、何枚のか全然わかんないですけど、こんな形でありますので、はい、並べていこうかなと思いますね。このただひたすら並べるというシュールな、はい、シュールな動画になりますので、はい、いきます。シュールかつ悪シュール。はい、それではですね、今からですね、トイック満点を並べて大丈夫ですか？並べていきたいと思います。やりましょう。ではどうやって並べていきましょうかね。こっち側から右と左から、はい、じゃあ一番端っこでいいのかな。いいんじゃないですか。あ、そうか、決算の場合は、うん、そっか、広さが違いますね、僕とね、うん、何枚なんだろう、何枚取っておいてるかもう分かんない。もう分かんない。縦に並べようか。
早並べ競争だった。私もう60年おじいさんです。はい、こんな感じでここ並べ終わりました。そして今月木さんが頑張ってます。今から助けます。すげえ。いやーめちゃめちゃ大変でしたけどこれね。ではいきます。スコアシート乗ってるっていう。えげつな、まだある。すげえ、まだある。よし、並べ終わった。はい、並べを終わりましたよ。はい、よし、よし、こんな感じでいいかな、ゆずらは。はい、よ、並べ終わりました。とりあえずサムネ用に写真を撮りましょう。はい、はい、はい、ここ、ここ、すみません、こっち、ここ、ここ、ここ、はい、すごい、はい、並んだ、うん、トイック、はい、トイックのやつ。じゃあそこに、じゃあそこに寝っ転がってください。その自分の、トイック満点の山。はい、OK。 今これで全身映ってます。このままどっか押さなくてもいいですか？いや大丈夫、そのまま、はい、こっち側を行ったり、そうですね、こっち側に行ったりして、はい、はい、ちょ、もうちょっと下、いろいろ、こっちかな。よっしゃ、よっしゃ、痛い。トイック満点の中に寝てる、はい、だんだん気持ちよくなってきた。OK です。はい、ありがとうございます。これで一応、まあ、すごい、こんなもうぐちゃぐちゃになっちゃった。よいしょ、こんな感じで、はい、はい、こんな形で、トイック満点を並べてみました。非常に、えげつない絵面になりました。どうで品がない、品がない、動画になりました。バルガーって言うんですか、バルガー、はい、下品な、はい、こんな感じです。うわー、これ、まあ、元に戻った映像に行きましょう。はい、YouTuber っぽい企画をやってみたんですけど、どうでしたか、やってみて。あー、うーん、嫌われないかなってそれが問題ですね。でも楽しかった。楽しかったね。もうありがたいことで、もう床もだいぶ綺麗になりましたね。はい、お掃除させていただけると。スコアシートでここを取っていくという、ね。だいぶすごい企画になったんじゃない。あ、楽しかったですね。良かったです。はいはいはい、どうでしょう、並べてるとき、寝そべってるときとか、うん。やっぱりあの時、あの瞬間が嬉しかったから、ね。寝そべってる。スコアシート。自分の後は人の990の上に足を乗せるというね。うん、何枚あったのか分かんないです。自分の70あったのかな、うん、それぐらいあって、菊池さんの相当すごい量になっちゃって、うん、もう収まりきらないかなと思ったんですけど、うん、なんとか、うん、はい、いい絵が撮れたんじゃないですか、ね、はい、これでね撮れてなかったらもう最悪。最悪、来年の正月はもう撮れない状態になっていることを、はい、うん、で2020年、うん、いい、なんでしょう、年明けに皆さんがなっていただけたということですね、うん、今回は菊池さんにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.